アニメやゲームの規制って必要でしょうか？はい、子供の頃にアダルトものやグロテスクなものを見ても人格に影響を与えるとはあまり思えません。えっと、別にアニメやゲームにもをえっとに規制が必要ってことは、別に実写には必要っていうのは理解できているてこところですよね？ その要は実写に必要っていうのが理解できてるのであればそのアニメも解像度を上げていくと実写と区別がつかなくなるしそのデトロイトみたいなゲームだけども実写と変わらないよねみたいなのがあるのでなので規制が必要というのにつながると思うんですけどでそのえっと中山んに君さんが影響を受けないというだけで受け影響を受ける子どもがいるというのは事実なんですよ。 なので、その影響を受ける子供がいる以上は影響を出す上げない与えない方がいいよねっていうのがあって、そのアダルトなものだったり、その良、えー、くない言葉遣いを使うものを制限するっていうのがあるんですよね。そのアメリカとかフランスだとその良くない言葉遣いを使う映像とかっていうのも年齢制限入るんですけど、日本の場合ってそのエロ以外ってほぼ制限入んないんですよねで。その暴力も制限入んないし、血が出ても制限入んないんですけど、他の国だとその暴力的な表現だったり、血が出てるとかっていう表現がアウトになるので、 えと『鬼滅の刃』が12歳以下は見れないみたいな国ってちょこちょこあるんですよね。フランスとアメリカは確か12歳以下『鬼滅の刃』見ちゃいけないはずなんですけどっていう感じなので国によっていろいろ違ったりします。